1920年総選挙時の国家人民党によるポスター。敵と相対する騎士を背後から社会主義者が妨害している。1919年に発行されたオーストリアのポストカード。ナイフを持ったユダヤ人が戦場のドイツ兵を背後から刺そうとしている。背後の位置付きとは第一次世界大戦でのドイツ帝国の敗戦は 戦場でのドイツ軍の敗北によってではなく、15における、ドイツ社会民主党を筆頭とする、社会主義勢力やユダヤ人による、戦争妨害、裏切りによってもたらされたとするデマゴギー的、説明である。軍部など、訂正支配層の責任を免除し、ドイツ革命やバイマル共和国を非難するために保守派、右派によって盛んに広められた。背後からの位置付き、 あるいは直訳して必守伝説とも呼ばれる。共和国宣言を行ったドイツ社民党の政治家フィリップ・ジャイデマンと急戦協定を締結した中央党の政治家マティアス・ウェルツベルガーが背後からドイツ兵を襲う姿を描いた1924年の風刺が保守派、右派は第一次世界大戦開戦当初より勝利の平和を唱えて 積極的に戦争を推進してきたが、大戦後期ドイツの戦況が悪化してくると、軍部やドイツ祖国等を中心に戦争協力しないものに、戦況悪化の責任を押し付ける背後の位置付き説の方がとなる言説を唱えるようになった。1918年9月に、軍部の急戦申し出により急戦。 講和のための新政府を作らねばならなくなったとき、軍の実質的指導者で政府の実権も掌握していたエリヒルーデンドルフ不評大将が我々をここまで追い込んだ勢力に新政府を委ね、講和を結ばせて彼らがまいた種を枯らせることを主張したのはそれを象徴する。フリードリヒマイネッケはその回想録の中で ドイツ革命が始まる前の1918年10月に、ドイツ祖国統計の新聞において、ドイツの苦戦の原因を、国内の弱気な人々と敗北主義者のせいだとする、批判論が展開されていたと証言している。敗戦後も、前線兵士たちへの配慮から、軍は最善を尽くした。責任はすべて十五にあるとする考え方は、国民の間に広く共感された。 ドイツ革命の中で権力の座についた人民院政府のフリードリヒ・エーベルトも1918年12月の機関兵たちへの演説の中でいかなる敵にも諸君らは破れなかったと彼らの優先を称えた。図らずもこのエーベルトの演説も背後の位置付き説の形成を助けることになった。後ろから合口で刺されたという表現は1918年12月半ばに スイスチュリヒの新聞、ノイエチュルヒャーツイトゥングが、記者のコメントとして、ドイツ軍は文民によって背後から相口で刺されたと書いたことに始まる。国外中立者からの発言として、背後の位置付き説の信憑性を示すものとして、大いに利用された。1919年6月のベルサイユ条約、調印後、ドイツの国民議会で、 ドイツの敗北の原因を調査する調査委員会が開かれた。11月18日にこの委員会に関門された元参謀総長パウル・フォン・ヒンデンブルク元帥は帝国は戦争に負けたのではなく背後から鋭い刃物で位置付きにされたのであるという証言を行った。左翼勢力が反戦運動や革命運動で国民を煽動し、 その結果、挙国一致体制が崩れ、戦争続行が不可能になってしまったのであり、従って、敗戦責任はすべて革命家や社会主義者にあるとする主張だった。この、ヒンデンブルクの証言によって、背後の位置付き説は、たちまちのうちに、ドイツ国民の間に広がったものと考えられている。また、イギリスのフレデリック・モーリス少将が1919 19年に、 出版した最後の4ヶ月がドイツの新聞によってドイツ軍は国内戦線で社会主義者に裏切られたが戦場で敗れたのではなかったという内容であると紹介されたことも背後の位置付き説が広まる原因となったヒンデンブルクも先の証言の中で某イギリス将軍が言ったことは正しいという表現でモーリスのことに言及しているモーリスは ドイツの新聞に否定声明を出したが、一旦流された噂はもはや打ち消すことはできなかった。背後の一付季節は保守派、右派にとって、自分たちの責任を回避しつつ、左翼に責任を押し付けることができる都合のいい歴史観であったため、彼らが積極的にこの伝説をルフした。特に保守政党ドイツ国家人民党が、左翼政党を攻撃するのに利用した。 1920年にユダヤ人前線兵士国家同盟が背後の一月説に対抗して発行したリーフレット。1万2000人のユダヤ人ドイツ軍人が戦死したことを訴えている。さらに当時のロシアやドイツで著名な社会主義者だったレフトロツキーやローザルクセンブルク、クルトアイスナーなどがユダヤ人だったことが背後の一月説に ユダヤ人を絡める言説を将来した。戦場で腐敗のドイツ軍を背後から襲い、敗戦の土作さに紛れて、社会主義革命を起こそうとした、ユダヤ人という反ユダヤ主義宣伝が支持を得るようになった。国家社会主義ドイツ労働者党やアドルフ・ヒトラーも背後の位置付き説を信奉し、1918年11月にドイツ革命を起こした革命家や、 革命後実権を握ったバイマル共和国派を11月の犯罪者と呼んで罵倒した。ナツスの歴史家アルフレート・ローゼンベルクは1922年に表した国家の敵シオニストの中でドイツユダヤ人のシオニストたちがイギリスの勝利とバルフォア宣言実施のためにドイツの敗戦を策動したというユダヤ陰謀論を展開した。 ナツスによって引き継がれた背後の一月説は第二次世界大戦におけるドイツの敗戦まで維持された。ジョン・ウィーラー・ベネットによれば第二次世界大戦中の1943年から連合軍がドイツの無条件降伏という政策を取るようになったのは敗戦責任をユダヤ人に押し付ける背後の一月説を二度と唱えられないようにするためであったという。 A.B.C.D. なるせおさむ、山田金吾木村康次1997、P.138、下村雄一、大下輩デアワイゼンホ全本オンドイツにおける、近代アンティゼミティズムの一資料、駒沢大学外国語部論集3、1974から03、P5、0度1200億549万3370、佐藤真一2009、 ピアニッシモ25、258、259、AB、ナルセオサム、山田、金吾木村康二木村、百九1997、P139、AB、大沢、武雄200、2008、P74、ベネット19、1970、P206、モムゼン200、2001、P77、大沢、武雄200、2008、P75、ニコシア200、2008、P67、ウィーラー、ベネット、 ジョン・ W ザ・ネメシス・オブ・パワー、ザ・ジャーマン・アーミー・ンポリティクス、1918-1945、ロンドン、マクミラン、P559、HTTPS、アーカイブ、ORG、ディテールズ、ネメシス・オブ・パワージ、0000FE、ありがとうございます。